アンダーソン・パークは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、オックスナード出身のミュージシャン、R&B シンガー、ソングライター、音楽プロデューサー、マルチ奏者。ソロ活動の他に、レコードプロデューサーのノレッジと共にヌーリスや、ブルーノ・マーズとのコラボレーションプロジェクトである、シルクソニックとしても活動する。またアンダーソン・パークは、エレキギター、ベース、ピアノ、キーボード、 ドラムスなど様々な楽器を演奏し、ザ・フリー・ナショナルズのボーカリストとしても活動している。2012年にミックステープ OBE Vol.1 をリリース。2014年にアルバムベニスでデビュー。2016年の2作目、マリーブは第59回グラミー賞の最優秀アーバンコンテンポラリーアルバムにノミネートされる。2018年には3作目、オクスナードをリリース。 第61回グラミー賞では、楽曲、バベリンが最優秀ラップパフォーマンス賞を受賞した。2019年には4作目、ベンチュラをリリース、第62回グラミー賞の最優秀、R&B アルバム賞を受賞し、楽曲、カムホームは、最優秀、R&B パフォーマンス賞を受賞した。2021年には、ブルーノ・マーズとの楽曲、リーブ・ザ・ドア・オープンをリリースし、 全米ナンバーワンヒットを記録した。ライブで歌うアンダーソンパーク2012年、ミックステープ OBE Vol.1 をリリースする。2014年、デビューアルバムベニスをリリースする。2016年、2作目のアルバムマリブをリリースする。収録曲カムダウンは人気を集め、アメリカでゴールドディスクに認定された。アルバムは第59回グラミー賞の 最優秀アーバンコンテンポラリーアルバムにノミネートされ、アンダーソン・パークは新人賞にもノミネートされた。7月28日にリリースされたマック・ミラーの楽曲、ダングにフィーチャリングで参加、同曲は人気を集め、アメリカでゴールドディスクに認定された。10月21日、音楽プロデューサーのノレッジとのユニットヌーリスのアルバム、イエス・ロードをリリースする。2018年、 3作目のアルバム、オクスナードをリリースする。翌年の第61回グラミー賞では、楽曲、バベリンが最優秀ラップパフォーマンス賞を受賞した。2019年、4作目のアルバム、ベンチュラをリリースする。第62回グラミー賞では、最優秀、R&B アルバム賞を受賞し、楽曲、カムホームは、最優秀、R&B パフォーマンス賞を受賞した。 2020年、楽曲、ロックダウンなど、数枚のシングルをリリース。第63回グラミー賞では、ロックダウンが最優秀、ミュージックビデオ賞に、ノミネート、最優秀、メロディックラップパフォーマンス賞を受賞した。2021年3月5日、かねてから噂されていた、ブルーノ・マーズとのコラボレーションプロジェクトである、シルクソニック名義で、初の楽曲、リーブ・ザ・ドア・オープンをリリースする。 この曲はアンダーソン・パークにとって初の全米ナンバーワンシングルになるなど世界的なヒットを記録したスタジオアルバムコラボレーションアルバムありがとうございます。